こんにちは、スタイリストの山俊です。今回の動画では取り入れると少しおしゃれに見えるファッションの小技をですね、皆さんに5つご紹介してみたいなというふうに思っています。普段のファッションの中でもいつも同じようなアイテムを使っているとどうしてもマンネリ化してしまうんですけども、今日ご紹介する5つのテクニックを使うといつも通りの着こなしなんだけど見え方が全然変わりますので、ぜひですね皆さんもトライをしていただきたいなというふうに思っています。おそらく皆さんが持っているアイテムだけでも今日お伝えするテクニックを使えばかなり見え方が変わるかなと思うので、ぜひ最後までお楽しみいただければなというふうに思っています。こちらのチャンネルではおしゃれが苦手な男性に向けてメンズファッションの基本を分かりやすく解説しているんですが、もう少し中級者的なアイテムですとかコーディネートが知りたいですとか、スタイリストの本音を見てみたいという方は、僕がもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルというものがあるので、そちらの方もぜひ下のリンクからチェックをしていただきたいなというふうに思っています。それでは早速いってみましょう。はい、ということでまず一つ目の小技から皆さんにお伝えしたいなと思うんですが、今の僕の着こなしの中に小技が入ってるんですが、僕の着こなしはですね、まず下にバンドカラーシャツを着て、その上にですね丸首のニットを着てるんですね。このようなレイヤードのスタイルを取り入れると着こなしに奥行きが生まれるので少しだけおしゃれに見えやすいんですね。普段ですね僕はこういった丸首のニットを皆さんにご紹介することが多いかなと思うんですが、いつもだったら白の丸首の T シャツの上にこちらのニットを着ることが多いんですね。そうすると襟元はですね割とすっきりと見えるんですが、それはそれでいいとして、もう少し着こなしにアクセントを効かせたいなという場合には、このニットの内側にですねバンドカラーシャツを着てあげるとすごくバランスがいいかなというふうに思っています。下にバンドカラーシャツを着ることでなかなか見えづらいかなと思うんですが、この襟元にですね少しだけシャツのバンド部分が見えるんですね。これが見えるか見えないかで全然ですね全体のバランスが変わってくるんですね。もし見えなかったら上半身はシンプルな白のニットだけなんですけども、こういったバンドカラーシャツを覗かせることでちょっとしたアクセントになるんですね。先ほどお伝えしたように襟元からも見えますし、あとは袖ですね、袖に関しても僕は1センチぐらいですね覗かせてあげるようにしたりだとか、あとは裾ですね、ここもちょっとだけ覗かせてあげると着こなしのアクセントになりやすいかなというふうに思っています。このようにですね僕はバンドカラーシャツをレイヤードすることが結構好きで、さまざまなものと組み合わせるんですが、こういったニットとも相性がいいですし、あとはパーカーにも相性がいいんですね。プルオーバータイプのパーカーの下にこのようなバンドカラーシャツを覗かせるのも結構バランスがいいので、ぜひ皆さんも試していただきたいなというふうに思っています。はい、続いて2つ目の小技なんですが、今僕が着ているようなシャツアウターですとか、あとはダウンですとか、さまざまなアウターがあると思うんですが、このボタンのかけ方だとかジップの開け方を工夫してみるというのが2つ目の小技になるんですね。今僕が着ているシャツアウターは普段動画の中でもよく着ているものなんですが、今はですね全部ボタンを止めている状態なんですね。この状態でもおかしくはないんですが、少しリラックス感みたいなものがなくて、色合いとしてもですね全身が重たくなってしまうかなと思うんですね。僕はですねこのような着方はあまりしなくて、少しボタンを開けながらですね着崩すようにしてるんですね。ボタンを全部してある状態としてない状態でどのように見え方が変わるのか、ここを見ていただきたいなと思うんですが、まずですね僕は一番下のボタンは基本的には閉めないことが多いですね。ですのでここは開けてみたいと思います。ここのボタンを開けると動いた時にですね下に着てるものがちょっと覗くんですね。僕はこういった暗い色のトーンの時にはですね内側には白だとかライトグレーだとかちょっと明るめのものを合わせることが多いので、このボタンを開けることでだいぶ見え方が変わってくるかなというふうに思っています。そして第一ボタンも開けますね。開けてみました。そうすると襟元からも白が覗きますよね。さらには第2ボタンぐらいまで開けて、さらにカジュアルにした方が僕は好みなのでちょっと開けてみたいと思います。はい、こんな具合ですね。第2ボタンまで開けると結構ですね内側に着ているニットの見える分量が増えるんですね。襟元からも覗きますし、動いた時には裾の部分からも見えると、このような形でボタンの留め方を少し変えてあげるだけでも全然見え方が違いますので、この部分もですね皆さんぜひチェックをしていただきたいなというふうに思っています。ボタンの留め方はいろいろと方法があるんですね。あともう一つよくやるのが、第一ボタンをあえて閉めて、あとは下をですね2つぐらい開けてしまうという方法なんですね。ちょっとやってみたいと思います。
はい、こんな感じですね。あえてちょっときっちりめに見せながら下はですね大胆に開けるというのも結構最近はやってる方が多い小技なので、ぜひですねこのようにボタンの留め方を工夫しながら見せ方を変えるというものもですね頭の片隅に置いていただければなと思っています。あとこれと同じような見せ方をするにはですね、ダウンなんかの時によくやるんですが、しっかりと全部上まで締めて、そして今度もう一回下から開けるっていう方法なんですね。これはダブルジップになっているものしかできないんですが、裾の部分をちょっと開けてこのように内側に着ているものを少し見せてあげるという方法もかなり最近やっている方を見かけるようになったので、そちらも頭の片隅に置いていただければなと思っています。はい、続いて3点目の小技なんですが、こちらは先ほどのシャツアウターではなくてですね、一般的な薄手のシャツになりますね。このようなシャツもボタンのかけ方次第で見え方が変わるので、ぜひ皆さんにもトライをしていただきたいなと思うんですが、通常ですねこのようなシャツというのは第1ボタンを開けて少しリラックス感のあるような着こなしをすることが多いかなと思うんですね。今の僕はその状態なんですね。第1ボタンが開いてる状態ですね。これはこれで決して悪くはないかなと思うんですが、ここにちょっと今っぽさみたいなものを入れたい場合は、あえて第1ボタンまで締めて小綺麗に着るという方法があるんですね。僕もですね数年前まではそういった着こなしって全然してなかったんですが、ここ 2,3 年はシャツを着るときにはですね、あえて第一ボタンまできっちりと締めて綺麗めに、どちらかというとちょっとモードっぽく着るようにしてるんですね。今から 4,5 年ぐらい前までは僕はイタリア系のシャツが好きだったので、むしろですね第2ボタンぐらいまで開けて着ることが多かったんですが、その反動もあってか最近は第一ボタンを締めて着ることが多いんですね。ちょっと締めてみたいと思いますね。はい、こんな感じになります。どうでしょうか。第一ボタンを締めた方がちょっと小綺麗な感じがするのが分かっていただけるかなというふうに思っています。特にですね僕は重ね着の際にこういった第一ボタンを締めることが多いんですが、このように第一ボタンが開いてるか閉まってるかで全然見え方が変わってくるかなと思うので、ちょっと今っぽく見せたいなという場合には第一ボタンは締めてもらった方がいいかなと思っています。今僕は普通のレギュラーカラーのシャツを着ていますが、先ほど着ていましたバンドカラーシャツにおいてもそうで、僕は第一ボタンを締めてきれいめに着ることが多いんですね。このような第一ボタン締めは結構ですねジャケットの着こなしとも相性が良かったりするので、ぜひこちらもですね皆さんには試していただきたいなというふうに思っています。はい、続いて4点目の小技なんですが、今の着こなしを見ていただきたいんですね。僕は今回ですね一番外側にロング丈のコートを着ていまして、その内側にはですねジージャンを着て、さらにはですねその下に先ほどもご紹介しましたバンドカラーシャツを着てるんですね。でご紹介したいのはですね、着丈の短いアウターと着丈の長いアウターの重ね着というスタイルなんですね。これがですね結構真冬には重宝するんですね。真冬は外ではアウターを着るかなと思うんですが、室内に入ったらアウターは脱ぐわけですね。その時に丸首のニット1枚だけだとちょっと肌寒かったりだとか、着こなし的にちょっと寂しいなと思うことがあるんですね。そういった時にはこういったジージャンをあえて着てあげるとですね、アウターを脱いだ時にも一つのスタイルとして完成していますし、全体で見た時にもですねちょっと面白みのあるスタイルが完成するかなというふうに思っています。今回の場合はさらにはジージャンの下にバンドカラーシャツを着て、ここもですね丈の長さが違うので3つのですね着丈の異なるアイテムがミックスされるコーディネートになっているんですね。このような着こなしというのもですねレイヤーを楽しめるので、ぜひ皆さんにはですねトライをしていただきたいなというふうに思っています。まあ、ここ最近ですねジージャンを使った着こなしというのが改めて注目されるようになってきまして、今回の僕の着こなしのようにジージャン×ロング丈のアウターという着こなしは結構やってる方も増えてきているので、ぜひ皆さんも頭の片隅に置いていただければなと思っています。はい、続いてラスト5点目の小技はですね、今僕がしているコーディネートを見ていただくと分かるかなと思うんですが、濃い色のニットと丸首の白 T シャツのレイヤードスタイルですね。これはこちらの動画の中でもですね何度か解説したことがあるかなと思うんですが、ぜひ皆さんにもですね改めてトライをしていただきたいなというふうに思っています。今回僕はですねネイビーのセットアップを着ていまして、その内側にですねブラックのニットを着てるんですね。この着こなしも決して悪くはないんですが、それだけだとですね全身がちょっと暗くなってしまうんですが、そこにこのような白の T シャツが加わるだけでだいぶですね明るさだとか奥行きみたいなものが出せるかなというふうに思っています。もう少し近くでお見せしたいなと思うんですが、結構ポイントがありまして、この白の T シャツが見える分量って結構重要なんですね。
あまり見えすぎるのもかっこよくないし、かといって全く見えないのもですね、重たすぎるので、僕の場合はですね、だいたい 0.5 センチぐらい見えているのが理想的かなというふうに思っています。で、襟からこういった白 T を見せてあげて、あと裾ですね、この部分もちょっと見せてあげるといいかなと思うんですね。裾の場合はだいたい1センチぐらいですね、襟元の方が少し見えるぐらいで、裾に関しては白の面積がやや大きくなる方が僕はバランスがいいかなというふうに思っています。ただ裾の場合は全く見せないっていうのもありで、ここはすっきりさせてしまうのも良いかなと思うので、そこは好みで皆さんにもトライをしていただきたいなというふうに思っています。そして結構重要になるのが、どういった T シャツを選べばこのようにですね、バランスよく収まるのかというところなんですね。これは体型によったりだとか、選ぶニットの襟ぐりの深さによっても変わってくるんですが、僕の中で一つ鉄板となっているのが、これも動画の中でご紹介したことがあるかなと思うんですが、無印良品のこの T シャツなんですね。脇に縫い目がない天竺編みクルーネック半袖 T シャツ2枚組。これがですね、なんだかんだで一番バランスが良くて、僕が普段から活用している T シャツなんですが、こちらと丸首のニットとのバランスが結構良かったりするので、ぜひ皆さんもトライをしていただきたいなというふうに思っています。なかなかですね、ニットと T シャツのバランスの良さって、いろいろ着比べてみないとわからないところかなと思うんですが、無印良品の T シャツであったり、あとはユニクロの T シャツであったり、様々なセレクトショップの T シャツであったり、皆さんの中で研究をしながら、ベストなバランスというところをぜひ開拓をしていただければなというふうに思っています。はい、ということで今回の動画では、取り入れるとおしゃれに見える5つのファッションの小技についてお話をさせていただきました。どれもですね、普段持っているアイテムで簡単にできるものなので、ぜひ明日から皆さんにもトライをしていただきたいなというふうに思っています。まあ、他にもですね、お伝えしたいようなテクニックはいくつかあるんですね。例えば T シャツだとかニットをですね、ボトムスにインをしたりするスタイルも今っぽくていいかなと思うんですが、ちょっとハードルが高いんですよね。僕ら30代40代の男性が気軽にできるというところでは、今回お伝えしたものであれば割とそこまでのハードルの高さは感じないのかなというふうに思っています。いつものマンネリ化したファッションというものにですね、少しだけスパイスを加えながら、これからも皆さんファッションを楽しんでいただければなというふうに思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。